IBEX マネージメント学園。今回の学園は、前回に引き続き伊藤一郎教頭とユシンさんが MC を担当し、今年の夏にお台場で開催された ABEX マネジメント学園プレゼンツハッピーサマーミュージックデーの模様をお届けします。ナレーションはまこみなのまこと、みなみがお届けします。今回最初のアーティストは、心に届く歌唱力と表現力に加え、持ち前の美貌と長身のスタイルで圧倒的な存在感を放っているアーティスト、梶ひとみさん。さんは面識の方はあるんですか？はじめまして、はい、ここははじめまして、はい、はい、私よくね、カジさんの名前聞いてたの。え、めっちゃ ABEX に可愛い子がいるって言って。嬉しいです。今日はちょっと私もね、個人的に嬉しいんですよ。 ありがとうございます。でもね、そんな可愛いカジちゃんと、はい、またまたこの企画に参りたいと思います。伊藤教頭の ABEX 後輩友達100人できるかな。同じ事務所のお友達が少ない教頭がガチの友達を作るこの企画、果たして教頭と初対面のカジさんはお友達になれるのか。まずは特技からアピールしてもらいましょう。ピラティス歴が7年。はい、ピラティスってあれだよね、ちょっとこういうやつじゃない、なんかこういう、はい、こういう、あ、そうなんですか、アクロバティックなもので、うん、だからこんだけ体型維持できてる。結構体幹が一番鍛えられるあのスポーツなんですよ。すごいのがですね、はい、鍛えたいポイントごとにトレーニングメニューを作れるという、すごくないっす、それ。ちょっとあのその専門的だもんね。ね、ちょっと自慢のピラティスをちょっと披露してもらいたいなと。え、そんな。そうなんです。多分いきなり鍛えてもすぐつかないので、うん、姿勢が良くなることで、はい、胸の筋肉がついたように見える、うん、ちょっとこうボリュームアップして見えるので、ちょっとフェスからいきなりちょっとピラティス講座に来ましたみたいな。ぜひ帰ったらやってみてください。で、このまんまこういう風に、え、こう喋りながらできる、うん、できない、うん、え、これ多分ね、きついと思う。きつい、意外ときついんですけど、30回を5セットぐらい。30×5、はい、150。反対側もやって、うん、こう動かすことで、え、300っていうこと？じゃあ300回、くびれ、あ、でもちょっと休みながらとか30分でできちゃう。あ、続けてじゃなくて、はい、あ、それはくびれ、はい、くびれと腹筋の縦線と ここの肩周りが、うん、あのいい感じの筋肉がついて、自然とこう胸を張れるようになるので、自然に出てくるっていう、はい、あ、なるほどなるほど。多分ちょっと伊藤教頭もやってみたら。マジですか。カジさんとその映像のクオリティがちょっとちょっと男性8割なので、ここで上げるんですよね。ここ上げるんですよ、このまま。よいしょよいしょ。いや、これちょっと待って。ありがとうございました。あのね、映えない。映えないですか。映えない。ありがとうございました。すっげー効いた。でもこれずっと続けてると1週間ぐらいですっきりはしてきます。本当ですか。本当にすぐ変わります。やってみよう。見てください。カジさん、私たちも美ボディ目指してやってみますね。ちなみに自分と友達になるとどんなメリットがという質問にはですね、うん、はい、ちょっとあのこれ原文のままちょっと読みたいと思うんですけども、はい、カジとお友達になったらいろんなインフォできるから一緒にいて楽しいかもよっていう、ちょっとあのすごいフランクな、うん、これそのままアンケートに書いた原文を私は今読んでますね、はい、かもよっていう。こんな軽めに来てますけど、どうですか、はい、昭和のね、中年の気持ちを分かってますね。いや、逆にですか。意外とちょっとみんなも嫌いじゃないっていう男性陣が多いから、ね、本当ですか、はい、インフォって何。例えばですね、うん、なんかこんな女性に悩まされてますって言ったら、うんうん、すっごいパッて答えられる。インフォメーション、インフォメーション、こんな風にしたらどうですか、うん、とか。なるほどね。かもよです、それも。クイックに。あ、それもかもよ、かもよっていう。あやふや系女子です。かもかもですね。かもよ。はい、はい。ここでカジさんのアピールタイムは終了。教頭はですね、カジひとみちゃんとお友達になりますか。
いやあやっぱりねなる。ちょっと待って、はい、びっくりした、すごい、じらされましたよね、今ダメだと思ったら。決定ポイントは何ですか？決定ポイントはやっぱピラティスですね。健康の方はね、確かにやっぱいいですからね。もう健康にね、はい、ちょっと 気がつかないといけない、うん、あれになっちゃいましたから、はい、ということで梶さん、5人目のお友達に決定。ぜひ教頭用のピラティスメニューを考えてあげてくださいね。アーティストは2010年の結成以来、それることなく王道を突き進む正統派アイドルグループスーパーガールズさん。後輩友達作り、スーパーガールズさんには1人ずつ自分アピールしてもらい、9人の中から1人伊藤教頭に友達を選んでもらいます。はい、内村梨沙です。文学担当してます。よろしくお願いします。文学担当で何？いや、私本読むのが趣味で、あの毎月本シェルジュっていうサイトで、うん、毎月本を紹介させてもらったりだとかしてるんですよ、うん、はい、なのでちょっと本が好きだよっていうアピールです。ちょっと、はい、やっぱね、本を読むっていうのはなかなか少なくなってきてると思うんで、いや、本当ですよ。ありがとうございます。すごいですね、伊藤さんと、はい、あのお近づきになれた暁にはですね、うん、ブックカフェがたくさんあるので、うん、ぜひ一緒に行きましょう。刺さってない。2人で無言なんだよね。お互い。阿部ゆめりちゃん、はい、人に自慢できる特技が、写真のポーズのバリエーション。なるほど。アイドルだからね。バリエーションというか、あざといポーズは何個でも出てきますね。じゃあちょっとエアカメラマンとしてちょっとやってみませんか。それでは阿部ゆめりさん、あざといポーズのバリエーション教頭に披露してください。1個早い、さすがに。やんなきゃダメだよ。終わったな、今日は。早いな、全然ポーズさせてもらえなかったよ、ほんとに。でもね、ちょっとあざといポーズで出た、なんか、ほっぺ使うと可愛くなれます。あ、そう。続いて、溝手瑠香さんは特技の鶏のモノマネで教頭にアピール。もう一回やってもいい。続いての渡辺小梅さんはグラビア界でも話題の可愛すぎる困り顔で教頭にアピール。困り顔見せてよ、ね、ぜひ一緒に対決したいなって今日思って。じゃあちょっと後ろ向いて、3、2、1で皆さんに数えていただいて、はい、むくんで、はい、あ、いいですね、いいですね、はい、どっちが困ってるか皆さんに判断していただきたいと思います。はい、いきますよ、はい、じゃあ振り返りまで、困り顔の振り返りまで3秒前。3、2、1。圧倒的。圧倒的勝利。いや、もうこれや、勝てないですよ。これがやっぱ長年培ってきた先輩ですよ。もうあれですね、勉強になりました。これからグラビアの時はもうこの顔を真似して頑張りたいと思います。本当にちゃんと見習って見習います。待ってるよ。
続いて日本語の使い方をよく注意される石橋ほたるさんは30秒自己紹介にチャレンジ。正しい日本語を使ってアピールしてくださいね。スタート。はい、石橋ほたると言います。緑をやっています。京都に住んでいて今も住んでいます。絵を描くのが好きで、いろんなことやってます。デザインとかも描いてるのでぜひよろしくお願いします。あと最近の趣味はお化け屋敷に行くことです。お化けに話しかけられます。はい、なんだろう、好きなものはドラムを叩くことです。え、30秒まだですか？ちゃんと終わり。確かに日本語から勉強を始めた方が私はいいと思います。リアクションの大きさやすぐに真顔になってしまうことをよく注意されるという渡辺光さんは、友達になった時に教頭をイライラさせないように聞きたいことがあるそうですよ。イライラすることは何？そうです。なんかあんまりイライラしてるイメージがなくて、そうですね、ね、穏やかな感じで、なかなかお湯が沸かない時とかああ、でもわかります。なんか終わってたのはありますよね。確かに電圧低いんじゃないかみたいな。そこイライラするところ。すいません、すいません。でも、今顔見てたけど、なんかちゃんとした方がいいわ。毒舌担当の宮崎里奈さん、もちろん毒舌を披露してアピール。ちょっとじゃあお客さんに向かって毒舌を、難しいぞ。お客さん、いじれそうな人いっぱいいるから大丈夫。そう、野郎ども水飲んでっか。すいません、イエーイ。大事故です。まあ私が毒づくならばそんなもんで毒舌って言うなっていう話ですね。あら、ちょっとお手本見せてほしいです。今見せたやないの。続いて浅川奈々さんは自分の庭という池袋で一日遊ぶプランをプレゼンしてアピール。ちょっと聞きたい、聞きたい。どんないや、まず朝 の、あの8時に池袋集合です。8時に集合して、1時間、2時間ゲームセンターでメダルゲームやります。わー、一番嫌い。ちょっと待って、まだあるんですよ。で、その後なんじゃタウンに行きます。サンシャイン、なんじゃタウンで5時間時間を潰します。5時間その後に J ワールドで2時間時間を潰します。夜はあの知り合いのお店があるのでそこに連れて行きます。あのですね、はい、今の池袋って言いましたけど、多分ね、はい、ほぼほぼ全員が知ってるところっていう。違うんですよ。いや、回り方があるんです。池袋はね、開拓すべきポイントがたくさんあるから。そうなんです。ね、私興味ありますね。だから言ってもらえれば、はい、あのお店どこでも予約取ります。おー、はい、心強い。なのでぜひありがとうございます。最後は最年少の長尾しおりさん、現役中学生ということで教頭へ JC 語のレクチャーをしてアピール。せっかくですから、ね、ちょっと伊藤教頭にクイズ形式で、はい、ちょっとこれ皆さんも一緒にやりましょうよ。はい、もう一問出させていただきます。はい、はい、皆さん、マジアゲミザワご存知でしょうか？え、マジアゲミザワ、何それ、ちょっと待って、マジアゲミザワ、アゲミザワ、答え何だと思いますか？アゲミザワっていうお花があって、それが綺麗だ。正解は、答えはですね、はい、マジテンション上がってるみたいな意味で使う言葉になってます。なるほど。じゃあ下げ見ざわって言ったら下げテンション下がってるみたいな。あ、それも流行ってないです。作っちゃった。あれ、そうだ、あんたね、ぶったたくわよ。中学生だからって行けしなさい、戻りなさい早く。スーパーガールズさんのアピールタイム終了。果たして誰がお友達に選ばれるのか。やっぱニワトリのみぞってさん。でも選んだポイントはニワトリ、あのやりきってました。が得意って今まで言ってきて、こうなんかプラスになったことがなかったんですけど、なかったのかよ。今日やっとプラスになりました。あ、よかった。伊藤教頭がお友達に選んだのは、全力でニワトリのモノマネを披露した溝手るかさん。溝手さん、王道付
き進む正統派アイドルグループスーパーガールズさんが11月4日アイア 2.5 シアター東京、そして12月19日スタヤオーイストでライブを開催。さらに11月14日には20枚目のシングルわがままガールズロードをリリース。詳しくは公式ホームページでチェックしてみてください。次回はこちらの3組が登場。お楽しみに。